僕はね、うん、ちょっとこう先輩とね、飲み行って、で、はい、うん、まあ、でそれで、はい、先輩がその昔から仲いいっていう、あのダーツの、はい、プロダーツの、はい、わあいいですね、プロのダーツの選手、あんまり会ったことないな、プロのダーツの人、そうでしょ、うん、と、もう来て、で一緒に飲んでてさ、うん、ダーツってさ、むちゃくちゃ競技人口多いの今。あ、そうなの。とか、俺もさ、その、地上波じゃない BS とかで昔見たことあるんだけど、うん、ダーツの大会とかさ、うん、ヨーロッパの方じゃもう、あの、なんて、東京ドーム満帆、東京ドームみたいなところ、満帆で、で、真ん中でみんなやってる。で、え、1個だけ違うでしょ。あ、2つぐらいから、いや、でも2つ、マジで。 そうだよ、それをみんなが見てる、みんな見てる、みんなでこう大プレッシャー、そう、まあ、パーティーみたいな感じ、あー、なるほどね、みたいな中でこう、まあ、それやってんだけど、それお酒飲みながら見たりとかしてるってこと。そうそうそう、で、そういう話してて、いや、すごいですよね、なんかその流行りもありますし、うん、って、はいはい、でもね、そのオリンピックとかなんないと、うん、結局爆発的に増えないんだよ、人口って、とか、その見る人とかも、つって、はいはいはい、あ、でも人口、競技人口多いのに、うん、なんでオリンピック入ってないんですか、そもそも、みたいな、うん、ヨーロッパとかでむちゃくちゃ流行ってるって聞くし、確かに確かに、うん、そしたらさ、その人がさ、あ、なるほどなっていう答え言ってたんだけど、なんだと思う、そのもう、ダーツがオリンピック競技に入んない理由、入んない理由、うん、ああ、そう、俺はそうなんだと思って、その知らなかったから、ああなるほどね、ああなるほど、知らない情報が出てきてるってことか、知らない情報っていうか、ああそういうこと、ダーツする人ってそういうことなんだっていう、ああ、でもともとそのダーツの始まりが、うん、そう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 、いいよ、いいところ、ああ、いいところ、あ、マジ、いいところ言ってる、うん、そもそもダーツの始まりが掛け事だった、うん、ああ、もう惜しい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 、あの、ああ、そのもう、お、さ、酒場、酒場、酒場とかで、うん、たくさんお酒飲んで、うん、でもまだ俺はこの集中力ありますよみたいな、それを競い合うみたいな、でも俺こんだけ酒飲んだけどまだあそこの真ん中にさせれるよ、あ、っていう競い合いからスタートした。なるほど、俺の方が酒強えぜの延長なんだ。そう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 、なるほどね。でそれもあって、うん、そのまあ、ヨーロッパの方じゃ今ちょっと厳しくなってきてるらしいんだけど、いま、うん、だにもうむちゃくちゃ強いプロの人も、うん、ガンガン酒飲んでやるんだって、あー、トーナメントとか、大会にもってこと？大会に昔からその流れあるんだって、もう、え、それは なんでそんなことするの、流れがあるから、いや、もうスタートがもうそれだから、あ、その人たちも もうそれスタートでやってるから、そっちの方が調子いいんだって、あー、なるほど、酒飲んでる方だからもうダーツ始めたきっかけがもう酒飲んでからだから、そうそうそう、そっちの方が調子いいってことか。で、もうそのもう本当世界のトッププレイヤーとかもガンガン飲んでも1位になったりしてるっつって、うん、いいんだ、だからそれがあるからもうオリンピックにはなれないと思う。なるほどな、トッププレイヤーがそうお酒飲みながらやるから、それはもうオリンピックは無理じゃん、うん、スポーツじゃない組見られちゃうから、だからなるほどなと思って、うん、まずそのトッププレイヤーがお酒飲んでやってんだと思ってびっくりした。